ケイ君。お見通しじゃないですか、ケイ君。お見通し。千里の道はゼロです。はい、<laughs> ようやく脱初心者ですね。はい、まあ、ここからがスタートですね。まあ、これ、まあ、いけるんじゃないですかね。ちゃんと教えれば。うん、ちゃんと書いてるっぽいんでね、この人ね、うん。ブログからの流入っていうのはすごいっすね。おめでとうございます。はい。 まあ、ということで、まあ、今回ね、365日、365日ブログ更新記念ということで、ま、ケイ君がよろしければ、ケイんがよろしければ、ね、こう音声対談久しぶりじゃないですか。ケイ君、ケイんと音声対談したのいつだこれちょっと探していいですかケイ君と音声対談したのいつだっけな結構前にしましたよね。これ何年前だあ、いたいたいたケイ君いたケイ君。 K 君はこれいつだ ?2020 年10月ですね。これ音声対談してますね。K 君。<laughs> まあ、あの、無理にとは言わないので、はい。吉田さん、僕ブログに集中したいです。みたいなん、ね、で。お任せするんで。一応オファーだけしときます。はい、音声対談してみませんかと。押しないのか、K? みたいなね。 もちろんね、音声対談するとトラフィックは伸びるんじゃないかなと。ブログの宣伝できますからね。ど,どうですか多分あのー、今、アドセンスのね、あのー、無料コンサルやってるじゃないですか。これ、一人二人増えるかもしれないですよ。これをチャンスとられるのか、チャンスと取られないのか、それは圭君したい。<laughs> ね。<laughs> はい、あの、お返事お待ちしております。では。